今日のコメント会社です。質問です。音楽業界に長く携わっている明石さんなら、音楽で成功した人以上に夢破れて音楽をやめた、もしくは趣味に変わった人をたくさん見てきたと思うのですが、そういう人たちってどこか自分のことを惨めに感じている人が多いと思いますか？と。はい。音楽で、夢破れてっていうか、ほとんどそうですからね。もう来世にかけようみたいな感じですけどね。趣味に変わった人ってね、だから趣味に変わって、ね、趣味に変わるっていうのはね、だから、やってみればわかるんですけども、その音楽業界に携わると。人からとやかく言われるのって嫌じゃないですか。で、それをだからなんかこう、楽しめる人は音楽業界に長く留まれるし。で、それをだからやりたくないなと思ったら、それはだからもう積極的に趣味でやる。まあそういうふうになると、惨めには全然感じないと思います。まあ人によりますけども。まあ惨めに感じる意味がないんじゃないのかなって、自分で望んでるというか。まあだからなんかこう、音楽業界で音楽をやって、いや、俺はこれじゃないな、みたいなっていう人もいるし。まあ昔はね、だからね、それはなんか同意できなかったけど、今はすごいよくわかるし、全然いいんじゃないかなと思います。で、しかもね、今の時代はだからその夢破れて音楽をやめたとかっていうのは、だからメジャーデビューとかの事務所の契約とか、そういうふうなものがなくなったとか、音楽で食うことが主な収入源ではなくなったっていう、音楽だけで食ってないっていう、そういう意味じゃないですか。でもね、そういう、そもそもそういう時代じゃないんで。なんでやりたかったらアップして、で、伸びるし、収益できればできるし、で、そういうふうななんかいろいろ作戦考えるの好きでやればそれで考えればいいし、みたいな感じで。自分のことを惨めに感じてる人が多いと思う。どうなんですかね。なんか、惨めに感じたところでね、その時はそうなのかもしれないですけどね。まあ、とりあえずね、だからその当時はなんか惨めかもしれないですけども、自分で決めることなんで、事務所と契約を切られたとか、まあそういうふうなこととかでも、まあ、だからそこからまたね、なんか続けるっていうのもありだし、辞めるっていうのもありだし、まあ趣味にするっていうのもありだし、別にだからそれが、まあやりたいこと、まあ基本的にはだからその自分がやりたいことっていうのを決めること自体がなんかストレスのもとだなっていうのはすごい最近思ってて、なんで自分はこうだとか、こうするんだとか、そうじゃなくて、好きか嫌いか。やってて好きか嫌いか、それのみ。自分はこっからどうしたいんだとかね。なんか、君は何がやりたいんだとかね。わかりません。つって。なんか、面白いことを面白おかしくやってて、なんか、行くところに行けばそれがいいかなって、それが一番ですよ、本当に。はい。なんで、ある種ね、だからね、僕もね、それでここまで来てたりとかしますし、まあ、自分のこと惨めに感じてる人が多いかどうか、僕、わかんないですけども、多いのかどうかは。なんですけども、その惨めに感じる必要は全くないと思います。だって僕だって、もうライブとかやったところで、別にだから10に入るか入んなかったしさ、別にだから惨めに感じてないです。それでもだからなんか、こんなつまんねえずっと喋ってるやつ10人ぐらいわざわざ時間割いて交通費かけて見に来てくれるからありがたいなとしか思わない。なんかね、まあそういうね、なんかね、ポジティブクソじじいだったりします。はい。まあ、そこでなんか惨めに思って、で、まあ死ぬ時とかに、いや、どうしてもやっぱり音楽やりたかったなと思ったら、それがちゃんとだから、来世につながってですね。で、そこまでいろいろ音楽をやってればっていう、そういうふうな話にはつながっていったりします。はい、ありがとうございます。